しているこの男が登場します。ちょっと登場してますけれどもね、はい、けん玉界のニューウェーブとなっております。なかなかね見れない紐のないけん玉とか、はい、けん玉を2個使ったりとかね、いろんなパフォーマンスがご覧いただけますので、登場しましたら盛大な拍手をお送りください。それでは参りましょう。けん玉界のニューウェーブ、けん玉パフォーマー、タイガー。早いよ。もう大丈夫。ただいまご紹介をつかりました、けん玉パフォーマー、タイガーと申します。今日はですね、短い時間にはなると思いますが、ぜひけん玉を使ったパフォーマンス楽しんでいただければなと思います。ちなみにですね、けん玉パフォーマー、タイガーという名前、タイガーなんですけども、これ本名です。あの阪神タイガースさんのね、イベントにタイガーが出演できて本当に光栄なおかげです。ありがとうございます。年齢はね、23歳、佐藤輝明選手と同い年でございます。頑張ってね、いきたいと思いますでしょうか。よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですよ、最初もう一件玉使って少しウォーミングアップから行っていきたいと思います。行きましょう、ゴバランス技。ただすいません、今日ちょっと屋外でのパフォーマンスなんで風とかもあります。多分あまり長く続けることができないと思いますので、ちょっとでも乗ったと思いましたら、なるべくですね、落とす前に早めの盛り上がりをどうかよろしくお願いいたします。あまり、ね、長く続かないかもしれませんので、いきたいと思います。3段重ねバランス、違いに気づくことになると思います。ちょっと台を使いますね。この上に乗ります。ご覧いただいている通り、今日かなり糸の長い剣玉を持ってきました。これを使って技を一つ挑戦します。この剣の先っぽ、剣刺しに挑戦します。ロング剣玉剣刺しチャレンジ。ちょっといきなりは難しいので、一回最初お皿で練習させてください。いきましょう。まず練習お皿、3、2、1。ありがとうございます。大丈夫、問題は剣なんです。さっきよりもちょっとピンポイントになりますので、ちょっとごめんなさい、慎重にいきたいと思います。風そんなに吹いてないんですけど、一応ね、自分のペースで行っていきたいと思います。では行きましょう、剣刺しチャレンジ、3、2、1。皆さん、失敗した時の方が盛り上がってます。ちょっとそれ悔しいので、頑張って
決めます。決めた時今以上の反応どうかよろしくお願いいたします。いきましょう。検査し3、2、1、きた。そうそうそう、その盛り上がりありがとうございます。じゃちょっとおまけのまた一つだけやらせてください。ちょっと音楽ストップでお願いいたします。こちらの剣玉を使います。あまり、ね、派手な技ではありません。ちょっと地味な技なんですけど、ちょっと今日舞台で、ね、皆さんに見てもらえているのでちょっと挑戦したいと思います。頑張ります。ラストフィナーレいきます。せーの。
しました。残すところ僕の技あとラスト1つになりました。最後に行うラストフィナーレの技、今までの特殊な剣玉とは打って変わって至ってシンプルなこちらの糸のついている剣玉を使います。こちらの剣玉を使って最後空中技という演目を行います。空中技、名前の通りなんですけども、剣玉を空中に投げます。投げてそのままダイレクトにバッと刺す技、これを空中技と言います。これが僕一番得意な演目でして最後まで取っておきました。最後この技バシッと決めてパフォーマンス締めくくりにしようと思います。そして今日挑戦する技発表したいと思います。今日は剣玉空中で3回転回します。いいですか。3回回した後にこの形でフィニッシュできれば大成功。これ実は通常バージョンがこれなんですけども、もし調子良さそうで特別バージョンが受けそうだったらちょっと挑戦してみたいと思います。まずちょっと通常バージョンやらせてください。いきましょう。3回転回った後にこの形で決まれば成功。いきます。3回転、さあ本番いきましょう。練習が終わりました。本番にいきたいと思います。いきます。3回転、決まるかな。いきます。3回転、おっと、ありがとうございます。こんなに盛り上がること普段ないんですよ。僕めっちゃびっくりしてます。ちょっとせっかくなんで特別バージョンも挑戦してもいいですかね。ちょっと心配しちゃうかもしれませんけど、ちょっとやらせてください。あの特別バージョン何が違うか説明しますね。さっきの通常バージョンはこの形でフィニッシュでした。特別バージョンは空中で持ち替えて反対向きでバシッと決まれば大成功。いいか、反対向きで刺したら特別バージョン成功なので、そこですいません、皆様のこのあった一番大きい拍手どうかいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。じゃあいきましょう。3回転特別バージョン、いきます。ありがとうございました。